コンポジット映像信号の接続に使われる RCA 端子コンポジット映像信号は映像信号を構成する同期信号、軌道信号、カラーの場合は色信号を構成して1本のケーブルで扱えるようにした信号のこと。複合同期信号と言われることもあるが垂直水平の両方の同期信号をまとめたのみの信号を指して複合同期信号とすることもある。 コンポジット映像信号では映像を構成する情報が一つの伝送信号に頂上されている。地上アナログ放送ではこれを振幅変調することで各家庭へ電波として送信している。日本国内では2011年7月24日まで地上アナログ放送としてコンポジット信号を用いたテレビジョン放送が行われていた。伝送品質は 標準画質映像までがサポートされており、HD 映像にはコンポジット信号規格はない。テレビジョンに用いられるコンポジット信号には、NTSC、パル、仕込みの3方式がある。コンポジット信号は、輝度信号の周波数特性がくしになる性質を利用して、その隙間に色信号を頂上している。カラーモニターに表示する際には、コンポジット信号を 赤力青の三原色信号に映像合成処理などを行う場合は、輝度と色素のコンポーネント信号に変換する必要があるが、一度頂上した各成分を完全に分離することが難しく、残留成分がノイズとなってしまう欠点がある。また、コンポジット信号を用いると伝送炉の構成は単純になるが、ビデオカメラやモニター、 デジタル特殊効果装置は元来、コンポーネント信号で内部処理するために、相互変換装置が必要になり、画質が低下する。このため高画質化を必要とする場合には、コンポーネント信号用機器のみでシステムを構成する。また、家庭用の映像機器では、NTSC やパル映像信号から、色信号を分離して、別々に伝送する S 映像信号を用いて、接続するものもある。 mpeg などのデジタル映像へ圧縮を行う際には、コンポーネント信号に変換する必要があるため、コンポジット方式はデジタルビデオ機器とは相性が良くない。しかしテレビやビデオ機器にアナログコンポジット信号に対応した入出力端子が標準的に備わっているため、広く使われている上、2012年現在もほとんどの BD レコーダーなど HDMI 端子を持った機器でも、 HDMI ケーブルを付属せずに、コンポジット AV ケーブルが付属している。なお、日本においては、2014年以降発売の新機種では、著作権が保護されたコンテンツはアナログ出力そのものができなくなった。ありがとうございます。